谷山市。谷山市は、かつて、鹿児島県中部に存在した市。1965年時点の人口は42,683人。面積は 97.65km。1889年の町村政施行に伴い、谷山郷外上の区域より谷山郡谷山村として発足し、1924年に、調整施行し、鹿児島郡。 谷山町となり、1957年に谷山町が単独で市政施行し、谷山市となったが、1967年4月29日に、鹿児島市と新設合併し、新生鹿児島市となり消滅した。町村制施行直後の1889年12月31日の市区町村人口では、谷山村の人口は24,248名で、あり、 当時の全国の市町村では、神奈川県三浦郡横須賀町、現在の横須賀市に次いで50番目、千葉県の県庁所在地である、千葉県千葉郡千葉町、52位、現地橋より上位であった。村としては、大阪府西成郡南場村、現在の大阪市の一部に次いで2番目に人口が多い村であり、日本全国の三大村の一つと称されていた。 旧鹿児島市の南方に隣接し、東計百三十度二十六分から百三十度三十二分、北緯十一度二十七分から三十一度二十六分の間に位置していた。北には鹿児島市、松本町、西に、吹上町、金峰町、南に、川辺町、知覧町、木入町、なお、いぶすき市とも近接し、東は鹿児島湾に面し海を隔て桜島。 大隅半島と相対し、海岸線は鹿児島港と連なり、旧鹿児島市と共に、鹿児島県九州部分のほぼ中央位置している。谷山市の気候は温暖でタウの太平洋側気候を低しており、年平均気温は摂氏18.3度であり、寒暖の差が少ない。五ケベップ町や釈山大地では、霜月強く、11月中旬から3月の下旬にかけて、 下が降りる。以下は、谷山市に所在していた日本専売公社鹿児島タバコ、試験場付近の気候である。1889年の町村政志向の際に、谷山村を構成した江戸期の村はそれぞれ大技となり、上福本、下福本、塩屋、和田、中、山田、五家別府、日向川の八大寺から構成された。 これらの大技は1957年の市政施行時に町となり、1967年の鹿児島市合併時の谷山市は、上福本町、下福本町、塩屋町、鹿児島市合併時に谷山塩屋町に改称、和田町、中町、鹿児島市合併時に中山町に改称、山田町、五家別府町、平川町の八町から構成されていた。 それらは、現在の鹿児島市魚見町、小原町、上福本町、希望家球町、高徳寺、大、五家別府町、小松原、桜ヶ丘、自由が丘、西和、中山、中山町、東海町、東谷山、星が、峰、山田町、卸、本町、近江台、次元寺町、下福本町、谷山港、谷山中央、七津島、 南久し、西谷山平川町、和田、坂の上、高山がそれにあたる。谷山市の区域は、江戸期には谷山郷外城の区域であり、薩摩国谷山郡に属していた。谷山郷には上福本村、下福本村、中村、日向川村、和田村、五景別府村、薄木村、山田村、塩屋村の旧村が属しており、三国名小杖や、 薩摩国豪村石月町によると、伊咲佐号と山田号が合併し、谷山号として成立したとされる。谷山号は薩摩藩の直轄領であった。谷山号の地頭狩り屋は上福本村に置かれ、地頭及び年寄り、横目、柿役、軍備周りなどが執務を行っていた。明治四年には、廃藩地検が行われ、谷山号の区域は鹿児島県に属した。 また、薄木村、現在の鹿児島市薄木が、谷山号から、鹿児島郡鹿児島近在のうちに所属が変更となった。1889年、明治22年に、町村制が施行され、薩摩国谷山郡、谷山号の区域をもって、谷山村が設置された。同年12月31日の市区町村、厳重人口では、 谷山村の人口は24,248名であり、当時の全国の市町村では、神奈川県横須賀町に次いで50番目、村としては、大阪府西成郡南場村、現在の大阪市の一部に次いで2番目に人口が多い村であり、日本全国の三大村の一つと称されていた。1897年、明治30年4月1日に、 明治二十九年法律第五十五号が施行され、谷山軍は、鹿児島軍及び北大隅軍、桜島の全域と合併し、鹿児島軍となった。1924年、大正13年に、谷山村が、調整施行し、鹿児島軍、谷山町となり、1957年、昭和32年には、市政施行し、谷山市となった。 1967年、昭和42年に、鹿児島市と新設合併し、新生の鹿児島市となったのに伴い、自治体としての谷山市は消滅した。歴代の谷山村長、町長、市長を記載する。表記は谷山市市の記述に基づく。1948年、昭和23年に、自治体警察としての谷山町警察が設置されたが、 1954年、昭和29年の新警察法発布に伴い、鹿児島県警察に統合された。統合後は、谷山町、後に、谷山市の区域を管轄とする、谷山警察署、現在の鹿児島南警察署が設置された。以下の人口繊維表は、谷山市市398ページ及び、日本帝国人口生態統計。 明治41年12月31日町の記述に基づく。町村政治候補の1889年12月31日時点では24,248人であり、全国の市町村順位は50位であった。村としては、大阪府の南波村に次いで2位であり、千葉県の県庁所在地である千葉町、52位、現地橋より上位であった。また、 1920年の谷山村の人口は全国の市町村順位で129位であり、山口県の県庁所在地である山口町、現在の山口市132位より上位に位置していた。鹿児島県内では鹿児島市14位、栄村123位に次いで3位であった、1920年時点の人口上位都市を参照。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。